ちゃうと、うん、ダメですよね。誘い水になって吐いちゃうから、うん、だから点滴でね、ちょっと吐き気止め入れながらね、うん、脱水を取ってやる、うん、そういうことしなきゃダメかな。ダメですね。だからちょっと入院した方がいい、うん、で、今日って28、29でしょ。明日ですね、これか、これね、じゃあ明日外来がこの時間帯でやってるから、うん、ちょっと混み合うかもしれないんで、うん、12時過ぎに、うん、あの、うん、面会か電話、うん、面会来れます？明日は月曜日、月曜日だけど祝日なんですよ。ああ、そうですね、うん、祝日でもうちは関係ないので大丈夫です。私がこれで、うん、じゃあ、あの、はい、明日のさ、12時半ぐらい、うん、はい、もしこれないようならな、で、はい、これなんだったら電話で、来れるんだったら、はい、あの12時半に来てください、はい、これ一応渡しておきます、はい、だから、でね、なんでっていう話だけど、うん、やっぱりね、話さっき聞いてるとさ、うん、異物はないんですよ。あ、やっぱりそんな詰まるような、で、うんちで出ませんよね。そう、出ないんですよ、うん、それも下痢でもないし、そう、だから熱中症の可能性が高い、熱中症によって肝機能が落ちてる。そんなに弱いんですね。もともとちょっと肝臓の数字でさ、まあでもそこまでちょっと見えるね、うん、前の検査では言われてない。そうですよね、心臓がちょっと大きいっていうのだけ引っかかってます。 CPT 高くない、怖いですね。いやでも暑いのは本当にだって人間が気持ちが悪くなるぐらいだったら犬も多分、私もちょっと弱いですからね、うん、弱ってるので、だからその怖い熱中症と、まあ、それに伴う、まあ、消化機能低下、肝機能低下、午前中といえどちょっともうダメですね。いや、ダメっていうか、ね、ちょっと散歩する程度だったらいいドッグランよりもその車の方がしんどかったんじゃない、多分私が車で待ってる間に気分悪くなって、うん、だからドッグランが悪いとは私は思わないですよ、うん、走ってましたからね、うん、だから車の中でちょっと気持ち悪くなっちゃったんじゃない、その一応気温が、うん、車の中で気候上がるからさ、うん、温度窓開けててもね、ダメですね、軽、うん、だし、そう、動いてれば風が通るからいいけど、うん、止まっちゃうと、うん、余計ダメージでも3トン乗ってましたからね、うん、そしたらもう、はぁはぁはぁするとそんで、あの、ものすごい、ね、温度が上がりますもんね、うん、でもちょっとこれいかんなと思って一応、コンクリートの影のところも下ろしたんですけど、うん、そしたらお腹ベターっとくっつけてましたね、やっぱりやばいんじゃないっていう状態だったので、はい、じゃあちょっと申し訳ないけど顔見入れてください。それでちょっとこのまま治療していきますね。はい、よろしくお願いします。